皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。こんにちは、着付け講師の戸村です。はい、下回ってない、下回ってないです。マスクしてたからずっとそうもうこの辺がちょっと固まってます。ちょっとね、笑顔の練習しつつ、いきますが、はい、今日は、中地盤の話します。はい、これも戸村さんに最初聞いて、扱ったらと言われた、もう結構ね、この YouTube 見てくれている方もご存知の方多いと思うんですけど、アサミっていう会社の長地盤なんですよ、未来地盤っていうやつですね、いわゆる、はい、未来地盤っていうのはシリーズ名ですか？シリーズ名だと思います。この菱上布、王上布、龍砂、龍砂、どれくらい透けますか？僕の顔映ってますかね？光だとね、難しいね。で、まあ、一応浅見の歌い文句としては、一重用の長地盤を多分作ろうと。で、長地盤が、まあ、着ると熱いじゃないですか。であれってやっぱり石毛当てをつけないと背縫いがへばりやすいっていうのも地盤の中でずっとあって、石毛当てつけなくても背縫いのへばらない強い生地を作りたいっていうのがあって、それをね、苦労したらしいですけど、打ち込み強くして作ったのが、まあ、このシリーズなんですよね。これは龍砂ってやつですね。呪文見えないかね、で、そのアサミの長地盤を愛用している、戸村さんに要するに、なんかいつも自分が欲しいものをケンちゃんのところに扱ってよって言ってるっていう。そう僕もね、この浅見さんもね、僕はあの会社に電話で突撃しました。はいはい、いや、あの扱いたいんですけどって言ったら、あ、もちろんいいですよみたいなのがあって、営業の人最初来てくれて、なんかね、こっちにも来る機会がよくあるらしくて、で、来てくれたんですよ。で、商品教えてもらって、って感じで扱って、もう3、4年ぐらいですかね。そうだと思いますね。はい、で、戸村さん的なおすすめポイントはどうですか？はい、まず、私ブログにも書いたことあるんですけど、あのポリで今ちょっと名前は出さないですけど、あの涼しいポリみたいなのあるじゃないですか。ああいうの私は持ってたんですけれども、すごいそっちの方が透けるんですよね。透けるんだっけ、全然透け感はそっちの方があるんだけど、実際に着てみると、浅見さんの襦袢の方がはるかに涼しい。そりゃそうだよね。正剣でね、あの、こうなんか触った感じも冷たいし、ひんやりしますね。ひんやりしてるし、肌にもこうベタってくるわけではないし、熱もこもらない。実はこもらないというか、風通しもいいですね、やっぱりね。そう、気持ちがいい。っていうのがすごいありますね。そう、涼しさで言えばやっぱり麻の襦袢の方がね涼しいですけど、ただあの着物との相性っていうのがあるので、麻の襦袢にはやっぱり麻の着物とかね、固めのシルエットの着物の方が相性がいいですし、柔らかものにはあの襦袢も柔らかものっていうかね、あの、あんまりゴツゴツしてないやつの方が、似合います。だいたい着る季節的には麻の襦袢はいつぐらいから、私はもうゴールデン5月ぐらいから着ます、あ、そう、ゴールデンウィーク明けたぐらい、ゴールデンウィーク明けたぐらいから、あのもう一重に、着物が一重になったら襦袢も麻の襦袢って感じに、そうですね、私はもう5月から、あの暦、着物カレンダーでいうと、5月から襦袢は一重にして、で、あとは季節、なんだろう、その時のお天気とかで、だいたいゴールデンウィーク明けぐらいから私とかは一重を着始めちゃいますけど、なので、まあ、その時にもう浅見さんの襦袢にしちゃうんですけど、私もその浅見さんの襦袢をあのあつらえるまでは一重の襦袢っていうのは持ってなかった。まあ、今その襦袢の仕立て方で言ったら、一重と合わせの明確な違いがちょっとこう、なんていうか、今一般的な冬の長襦袢って合いの子なんですよ。その昔は
合わせの長襦袢って言ったら、うん、冬用って言ったら、うん、裏地が全部ついた、うんまあ、それ総裏とか言うんですけど、うんうん、今それもつけないのでほとんど、うんうん、なので違いっていうと袖が二重になってるかどうかぐらいしかなくて、うんうん、それを一重にしてっていうのをやると一重の襦袢ってなるんですけど、うんうん、だからそうね、一重の襦袢っていうのの用の生地っていうのは、うんなかったなかったような気がしますよね、うん、ローになっちゃう感じですね。そう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 、そうなんです。だから、欲しいな欲しいなってその、まあ、何年か前から思っていて、うんうんうん、それでさあ作るぞと思った時にケンちゃんに、うん、仕入れてそうでしたね。仕入れてっていう、はい、そうそうそう。でもおかげでね僕も知らなかったんで、うんうん、でまあなんていうのかな、まあ、戸村さんに限らずですけどお客さんからこれ扱ってますかって、うん、言われたら、まあ、一応調べて、うんまあ、良さそうだったら仕入れてみて、うん、着てもらっていいぞってなったら、うん、定番化するみたいな感じですね、うん、うちの場合は、うんうん、で、まあ、ずっと定番で生き残るというかむしろ人気で、うん、よくこれ扱ってますかって今声がかかるようになったぐらいなんで、うんねはい、本当いいと思います。すごくね、うんそうなんですよ、ね、これ自分で洗ってますか？洗いましたよ。あ、そう最初洗ってなんかさ寸法狂ったって言ってました、ね、そうですね。一番最初に作ったのが皮脂上布で、うん、上布って名前がついてますけど絹証券なんですよ。上布って普通麻を刺すことが多いんだけど ね、うんうん、これね。ただネーミング的にそういうネーミングになってるんですよね、うん、そうで皮脂上布を一番最初に作ってそれでその次に王上布を作ったんです。でまだ流砂っていうのは多分出てなかった、なかった、なかった、うん、この2パターン、これ王上布ね、うん、ちょっと節のある、横に節のある生地なんですね。そうですね、すごい気持ちいいんですね、触ってて、うん、そうで、その2つをまあ持ってるんですけど最初に皮脂上布を洗ってみたんですよね。そしたら、はい、その時はね、型崩れしたなっていう印象だったんですよ、うん、で、やっぱり洗うのを別におすすめされてるわけじゃないからメーカーさんでも、うんうん、でやっぱりか型崩れしてアイロンかけるの大変って思った記憶があって、でそれでやっぱり嫌だなと思って下手直しをしたんですよね、うん、そうそう。でそれはそのまま来てて、であとその往生布をこの間ブログにも書いたんですけど自分で洗ってみた、うん、もう一度洗ってみたシリーズ、洗ってみたシリーズ、はい、洗ってみました、うん、でアイロンをかけるときにこ うまくやれば、うん、なんとかなるんじゃないって思って、うん、なったやってみたら、うん、まあ、なんとかしましたけども、うん、横に伸びるんですよね布が。縦には縮むんだけど横には伸びる。だから最初に仕上げた時にすごく前に前回気になって皮脂上布の時に気になった縫い目のところ の, ちょっとした歪みみたいなやつをすごい丁寧に綺麗になるようにやったんですよ、うん、でそしたらなんかふと気がついたら寸法を測ってみたら縦に縮んでて雪がすごい長くなってて、うん、おやーと思って、でこれはどうしたことかと思って、まあ浅見さんの関係のところをちょっと調べたり関係の方に聞いたりとかいろいろしてみて、そしたらやっぱそういう生地の特性があるようで、で洗うと横に伸びるよ、横に伸びる。アイロンかけたからじゃなくて多分ね引っ張るじゃないですか多少、うん、だからその時に伸びちゃうんだと思うんですよ、うん、でもう一回それでやり直してみたんですよ。もう一回水につけて、うん、ちょっとまたつまる。そう、そしたらあんまりつまらなかった。あ、そう、雪は結局伸びちゃった分はつまらなかった、うん、つまらなかった、うん、ですよ。なるほど。で、まあ、多少は縮んだんですけど、うん、そんなに元に戻りましたみたいな感じではなかったです、ね。うん、それ熱加えちゃうと固定しちゃうからね、うん、なんかやっぱり多少はこう引っ張るじゃないですか、なんか芝を伸ばそうと思ったりとか、うんうん、だからそのせいなのか。でも水に慣らしたばっかりの時に測ってみたけど、うん、時はやっぱりあ戻ったなと思ったんですよ。戻ったなと思ったんだけど、うん、結局アイロンかけたらやっぱシワが伸びたからかやっぱり伸び、まあ、ちょっと広がる、うん、で雪すごい、私一尺八寸、一尺八寸、そうなんですけど、なんか2センチぐらい伸びた
そう最初結構だから短めに作ったんだけどね、うん、伸びてた。だから最初来てた時は大丈夫だったでしょ、出なかった。そうそうそう、うん、それが広がった分、まあ、あと最初に水通して縮めてるから伸びちゃうっていうのはあるかもしれないけどね、うん、でね、で縦はあの2センチぐらいあの見た気が詰まっていたので、すっごい引っ張って引っ張ってあのアイロンをして、で伸ばしました。それは伸びた大丈夫だった。だからあの元のサイズに、まあ、5ミリぐらい足りなかったけど、でもまあ伸ばせました。だけどそのとにかくめっちゃ引っ張ったんで、あのアスミさんのあの生地だから強かったから、うん、いけるんじゃないかなって思うぐらいの引っ張り具合で、うん、でもまあ、 あの縦には伸ばせました。あ、そう、うん、まあ、いろいろとね、ちょっとまあ、メーカーに聞けばいろいろと教えてくれるんですけど、自分でも試してみたいんで、うん、その辺は研究しようかなと思ってますが、ね、すごいあの本当に気持ちいい素材なので、ぜひ研究していただきたい、ね、寸法、最初の寸法こうするといいよっていうのはね、うん、ね、まあ、雪に関してはだいぶ分かってきたつもりだったんだけどね、そう、縮めて控えといて、うん、笑ってアイロンしたら伸びちゃうっていうのはちょっとね、計算が、そう、どのぐらい、そう、どのぐらいの伸び縮みがあるのかってね、自分、実際に自分がお客さんが洗って実際のところどれぐらいなのかっていうのを ね、うん、あの分かってると、お店の人が分かっててくれると、うん、最初のね出す寸法とかがね、そう ね、だから最初に雪が長い人と短い人でもさ、縮み具合と伸び具合がまた割合なんで違うからさ、うん、またちょっとその辺は、うん、なんかすごい面白いよね、そういうの研究するの、うん、そう、オタクなんだよね、そう、なんかどんどんオタクの方向になっていくんですよね、なんか俺よりオタクそうなんですよ、うん、でも本当にあのおすすめだと思います。で、特にあのリューサっていう最近出たやつについては、もともと広幅になっていて、でそれを縮めて加工されているみたいなんです。でかちゃんとお家で、メーカーさん自体がお家で洗うことを想定して作ってるっていうあの布になるので、本当におすすめしている方たくさんいらっしゃる、うん、で、あの私も今回仕立ててみようと、あのすでに2枚持ってますけど3枚目を作ろうっていう、どれだけ作るんだろう。いやでも本当はいいから、暑い時とかね、うんうん、夏で真夏とかにもね着れるならいいじゃないですか、うんうん、ちょっとね僕もね幅広の、まあ王女服だろうね俺だったらで作ってみようかなと思ってますけど、うんうん、はい、いいと思います。はい、で自分で洗ってみて、うん、はい、どれぐらいな感じなのか、うん、でケンちゃんが洗うとどういう、自分でシャッシャッて、いや、洗い張りの時はね、うん、でもまあ普通にこれお客さんと同じ感じで、いや押し洗いしますけど、なんか干してみる、いや、もうね、リューサーの場合はなんか洗濯機で洗っていい、うん、いいって言うけど、なんか俺なんかね、そんなに洗濯機で洗うほどなんかの印象がなくて、なんか、うんうん、そんなに俺は汚れないぜみたいな、うん、っていうか割り着てすぐつけ洗いしちゃうから俺だったら、うん、それで大丈夫じゃないって気がするんだけど、いや職人だからっていうか、うん、汚れが定着する前だったらぬるま湯でちょっと洗濯機程度でいけるっしょ、はいはいはい、みたいな感じ。確かに、はい、でもまあちょっとそういう、僕はだから洗い張りの職人でよく聞かれるけど、うん、洗い張りの話はできるけど、うん、それなんか着ていく中で溶かずに自分でいかに洗ってるかとかは、うん、あの皆さんより詳しくないですから、ね、他プロの洗い方しか知らない職人なんで、まあ、ちょっとそっちはねユーザーとして研究しようかなとはありますけど、うん、はい、ね、そうそう、だから今回の展示会でもね結構お求めになる方いらっしゃいますね、うん、そう多かったですね、うん、はい、ありがたいことです、うん、まあ、うん、浅見の地盤は定番でずっと置いているので、うん、はい、あ、まあ、いつでも声かけていただければありますので、うん、嬉しいことでございます。ってことで、じゃあ今日のコーディネートいってみますか。あ、はい、はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、ということで、はい、コーディネート紹介、これ定番でやるんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、やっぱそれ気を使わないといけないので着てくるんで、はい、はい、これは塩沢ですね、はい、塩沢の、これなんか200色の糸で織られてるっていうやつですね、うん、すごい、はい、あの気持ちが良くて、で、この柄合わせをね、あのケンちゃんにすごい、はい、うん、直したよね、それ直したね、はい、うん、そうそう、組み合わせの仕方を、はい、
はい、っていうので感じがしました。で一人ですね。でこれは正山さんの夏の袋帯です。そうですね、うん、でこれは本当にあの本当にさっき上にも置いてありましたけど、半分炉の半分一重用の、はいはい、うん、そうそう、はい、のやつです。なんだろう、深緑的な色ですね。うん、そう、グリーン系の濃い色に見えますね。濃いやつですね、はい、でこれが開花園さんの高麗、高麗組です、うん、で本当にほぼ同じ色で機械組の高麗持ってたんですけど、やっぱ違う。っとっとる、やっぱり違う、うん、全然、うん、なんだろう、しなやかさみたいなものは違うので、うん、うん、やっぱりこっちの方はどうしても選んでしまいます、はい、じゃあ後ろ姿いきます、はい、こんな感じですね。そうね、こういう縞柄はね、背中を追っかけにするかどうかでだいぶ印象違うかもね。そうだね、なんかその辺を、はい、あの、はい、ケンちゃんとやりましたね、ディスカッションした気がします、はいはい、で、序盤は菱状です。はい、久々の菱状ですね、はい、そう、あれです。なので、すごい着てて、あのサラサラしててすごい気持ちが良いので、で、今日はあのお天気が良かったので、なんか白っぽい感じでしてみた、はい、してみました。あと、グリーン系の濃淡で、うん、コーディネートをした感じです。はい、はい、ありがとうございます。アゾーリね、アゾーリね、はい、こんな感じでした。でした、ありがとうございました。ありがとうございました。